静岡鉄道300系電車、静岡鉄道300系電車、静岡鉄道300型電車は、かつて、静岡鉄道、製鉄に在籍した、通勤系電車である。製鉄で初となる、カルダン駆動方式を採用した。後年、前車が、福井鉄道に譲渡され、同社300型として2006年、平成18年まで在籍した。 1966年、昭和41年から1967年、昭和42年にかけて、自社長沼工場で、雲蛛葉300形ク蛛300型からなる二両固定編成三本の計六両が申請された。なお、本系列は、雲蛛葉301、ク蛛301 30、第一編成のように、雲蛛葉蜘ともに同一車番を称していたことが特徴であった。 雲白波ともに、型運転台構造の全構成車で、正面には貫通扉が設置され、側面窓配置は DD3D3D1、D 乗務員扉、D 客用扉であるという基本設計は100蛍光汽車を踏襲しており、17000ミ、mm、リメートルという、車体長も100型と同一である。しかし、車体の裾絞りがなくなったことで車体幅が若干、 縮小され、客用扉幅が 1300mm に拡大されたことや、側窓が上段固定下段上昇式のユニット構造とされた点が異なり、全小灯には当初からシールドビームタイプのものを採用した。また、301編成では正面窓の寸法が100型と同一とされていたが、302編成以降は同横幅が縮小されたため、 正面から受ける印象が違っていた。なお、車体塗装については、申請当初は、当時の製鉄標準塗装であった、ローズレッドとクリーム色のツートンカラーに塗装れた。主要機器については、中古品を使用した100型とは異なり、本系列では全て申請され、前述のように、製鉄発の申請納車として登場した。制御機は、 電動化無軸式自動加速制御の ES577A 型。主電動機は TDK806、6回型で、いずれも東洋電気製造性である。制動装置は SME 非常便付直通空気ブレーキで、電気制動は持たない。パンタグラフは、雲波300系の連結面よりに一機搭載する。台車は、住友金属工業製のペデスタル式。 コイルバネ台車である FS363 型、雲波及び FS363T 型、クハを装備た。前述のように、新生当初は正面貫通扉が設置されていたが、後年埋め込まれ非貫通化された。静岡清水線では1975年、昭和50年により、ワンマン運転が開始されたが、それに伴うドア使い水命ベルの連結面への、 設置など、初改造と前後して30、302.303編成の正面窓を301編成と同一寸法に拡大する改造も施行された。さらに後年には、標識等が各型ケースのものに交換されている。静岡鉄道では急行運用につく車両を対象に、駅到着時や通過時に推命するミュージックホーンの搭載。 および正面中央倉下に種別番受けを設置していたが、本系列も急行運用向けに新生児より、同設備を装備している。なお、本系列は線形登場後も、同系列と共に急行運用についていたことから、後年ミュージックホーンが線型と同一のものに変された。車体塗装は線形登場時に、同系列のステンレス車体に合わせた銀色一式に、 塗装変更されたが、ほどなく、青帯が追加された。また、種別番受けは、後に線型と、同じく種別を、全面の行き先表示幕で表するようになったため撤去、されている。その後、相次ぐ線形の増備によって、構成車体の従来車が代替されていく中、従来車としては最後まで製鉄に在籍した本、系列であったが、1985年、 昭和60年に301.303編成が1986年、昭和61年には302編成がそれぞれ福井鉄道へ譲渡されて、製鉄線上からは姿を消した。前述の通り製鉄では、余剰車となった本系列であったが、急行用車両として使用されていた200系の代替車として、 福井鉄道から上都の申し入れがあり、1986年、昭和61年3月から1987年、昭和6年7月にかけて順次竣行した。入線に際しての改造点及び9番対象は以下の通りである。9番対象。こうして本系列は福井県下における私鉄車両では初の冷房車として200型に変わって、 急行運用についた。導入当初は製鉄時代そのままの銀色地に、青帯という塗装であったが、この塗装は、陶器、積雪機においては保護色となってしまい、遠方からの視認性に難をきたして現場からの苦情が相次いだことから、まず301編成が1988年、昭和63年12月に塗り分けは、ほぼそのままに、クリームとダークブルーの福井鉄道標準色に、 塗装変更された。その後302.303編成は白地に緑、赤の帯が入る新塗装に塗り替えられ、301編成も1990年、平成2年頃に新塗装へ再度塗装付加されている。その後は全面広告者となる編成も登場し、後年のダイヤ改正によって、急行列車が削減された後は普通列車としても運用された。 塗装変更と前後して1988年、昭和63年10月から同年12月にかけて、車内に飲料の自動販売機が新設されたが、維持管理の問題から1999年、平成11年9月に、全編成一斉に撤去された。また、1995年、平成7年には乗務員室後部の仕切り壁に、ディスプレイが新設され、 イベント情報等の告知に使用されていた。本系列は600系導入以前の車両の中では、最も経年が浅かったものの、車体の老朽化が激しかったことから、名古屋鉄道から譲り受けた、路面電車導入による代替対象に含まれることとなった。2006年、平成18年4月に全編成が運用から、離脱し、同年内に全車配車解体された。 同時期に廃車された80系、120系、140型とは異なり、引退に際してさよなら運転などのイベントが行われるとはなかった。福井鉄道の冷房車の形式消滅は初のことであり、かつて本系列によって休行運用から追われた200型は、路面電車導入後も再び休行運用で、健在であるという、なんとも皮肉な経緯をたどることとなった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。